まだまだでもちょっと安心はできないですよね。ライトの前となります。さあ先頭が出ました。だから結局松本からしてもこういうところですよ、はい、一番大事な回じゃないですか。でやっぱ先頭だけは絶対に打ち取らないといけないっていう、そういう強い気持ちはピッチャーは絶対あるんですね。こうやって打たれてしまうと感じたいですよね。そうですね。ロビヒットです。村田氏は抜けてからスタートになりました。さあ連打です。これはちょっと展開的には面白いですけどね。3点をかけます。3回の裏連打。センターの前はどうか。あった広川奥さん、セカンドランナー3塁を回ってホームに帰ってきました。小深田タイムリー1点を返しました。小深田今日2本目のヒットです。ちょっとでも面白いですね、このゲームどうなるのかな。ライト大野雄也、これフォークボール。集中力はね、すごかったですね。本当ですね。